こんにちは、砂浜でタップでちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。うーわー、すげえ気持ちいいね、ここまで来るとね。パウ欲しいですね、パウ。結構上の方までコインあるな。あ、パウありましたね。おもっウェーイよし、ちょ、もうちょっと遊んでいきましょうかすごいね、これね。うおーもうなんか、湯水のように金が。まるでヒカキンさんのようだね。湯水のように金が降ってくる。すげえ。素晴らしいコース。続きましてはこちら。まずはキノコと緑の悪魔ゲットですね。ウィグラーって読むのかな？これ、花ちゃんのことですかね？オッケー。キノコはいらない。おっと。厄介ですね。花ちゃんの上にパックンが乗ってるだけでこんなに厄介なのか。ここもキノコか。おっと。多分当たり判定ありますよね、普通にね。あー、ちょ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 。あ、ここもキノコか。わざと食らうじゃん？キノコ取るじゃん？無敵状態で寄すんじゃん？飛ぶじゃん？オッケー。ひぃさすがにその間抜けんのは無理だったか。あ、でもここでファイヤーもらえるのか。食らったー。はえよ。オッケー。え、どうする？あ、ちょうど真下にいるのか。当たるよな。あぶね。結構これ難しい。急になんかアクション性の高いコースになった。あー、食らった、ついに。うわー、それはちょっと反応できないな。あの最初のパックンフラワーに当たっちゃうんだよな。そっか、左に行ってる時に抜きでいいんだ。ここはまあ普通に。ここは上じゃん？あぶね。あー、このファイヤーかわしたかったな。おっしゃ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 。オーケー、抜けれましたね。よかった。ちょっと時間かかるかなって思ったけど。あでもキノコもらえるんだったら別に全然問題なさそう。え、 What？ あれ、倒す手段が分かんないかも。あ、これ、え、いや踏めないよ、パックフラワー踏めない。あ、パウが降ってきた。そういうことか。なるほどね。あ、しまった。ざまねえな。え？嘘だろ？お、来た。これで2つゲットじゃないですか。これでゴールできるかな？あ、できそうですね。よかったー。うわーい、緑の悪魔3ついただきましたね。よーし、クリアできた。3月の24日ですね。結構長そうですね。最後の最後に激ムズコース、最後の最後にあるんだね、厄介なギミックが。なんか今日はマリオ3な日だなぁ。あ、あ、動けなかった。これを上に上がっていくんですね。ああ、そんな、そんな、え、 What？ うわ、届くよね、右か。なるほどね、下本当に。お、正しい。またキノコもらえるのか。しゃがんで、食らって、厄介すぎるだろう。イカちゃん。当たるよね、これね。当たるね。あー、落ちちゃった。なるほどね。先の情報が見えたのは大きい。そっちを期待したんだけどな。これは乗ってて大丈夫そうですね。は？あぶね。おーし。でもちびっこになっちまった。やめて！あぶな。仕事しすぎだろ、お前ら。オッケー！ぐあー！
よいしょ。オッケー。なんかこの辺にドカンあったよね。入ってみても面白いと思うんだけどな。まあこっちで。はっ。よし。キノコはもらえないか。スター。しまったな。大丈夫かな。スターであることを祈る。そっちか。でもまあ、ブーツはありがたい。うわ、そんな。試しにちょっとここ入ってみましょうか。入れましたね。ああ、じゃあ違うんだね。ここじゃなさそうですね。当たっちゃった。ああ、落ちちゃった。ちげえのか。オッケー。しょうがない。しょうがない。違うね。これずーっと、持ってかないといけないね、靴をね。お、耐えた。死んだ。これじゃん、これじゃん、こうじゃん。あー、死んだ。ピョンピョンピョンと言って、ピョンと言って、ピョン。あー、死んだジャンプショット。ナイス。よし、どうだこれで。わー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 。あれ、あ、え、これ無理じゃん。これ無理だわ多分。ほらこの下行かないといけないんだもん。なんだよこれ。もっと早くに行かないとダメか。きついかな。今後の対策立てられそう、立てられなさそう。でも危ね。ジャンプしよう。いい子。バネが落ちちゃったらダメ。次。オッケー。いけましたね。でもここで食らっちゃうんだよな。耐えられるかな。赤キラーが来ちゃう。そう。だー、耐えれなかったか。ちょっとミスったな。さて、皆さんに問題です。このコースは前半、それから後半、ゴール前ですね。やたらと難しい。理不尽な死が多すぎる。クリアはかなり厳しいはず。これは投稿した本人もかなり厳しかったはず。そこで俺は感づいた。あれがあるだろうと。そしたら思った通りだった。ズドン。はい、これで前半ショートカットできます。でね。これ、右に行くことも可能なんですね。多分本人はそういう生き方はしてないんだけど、こういうことをすることでこっちに行けます。で、ここでスター確保できるじゃん。でね、ちょうど真下がね、この土管になってるんだよ。あの穴の真下が。で、こうやって上に上がれるんですよ。これが正規ルート、どうも。で、ここにも隠しがあります。これが正規ルートです。絶対これが正規ルート。間違いない。うわあ、落ちた。こっちに進むと。これで勝ちゲーですね。この土管に入ったらきっとゴール。ほらね、思った通り。こっちでクリアしたみたいですね、どうもね。だってこれ右厳しすぎるもん。この狭い空間で赤キラーはまず間違いなく当たっちゃうからね。で、でっかい状態が消えて、Pスイッチの待ち時間でもう一回当たらなきゃいけない仕組みになってるんで、こっちが正解みたいですね。はい。では、こちらやって終わりかな?スーパータイムアタック。え?トーン。トーン。あ、ここは来るんか。てか、スピランかな?右に走って、ジャンプ。2の3段ジャンプで、こう行きまして。1、2、3段ジャンプ。オッケー。2、3段ジャンプかな?おっとっと!2、3段ジャンプ。OK! もう一回あるかなって思ったけど、なかった、よかった。まあ、中間はもらえないだろうね。普通に考えてね。あと半分、20。走って、うわっ!さあ。マリオで50秒間走り続けるってこんなに難しいんだなって、本当つくづく思うわ。もっと長い秒数のやつやったことあるけど、50秒でも十分厳しさを感じるからね。最初から
当然やり直さなきゃいけないから、スピランだから。29秒。さあ問題のズドン。こういってこう入りまして、ボムヘちゃん、ボムヘちゃん、ボムヘちゃん、こうですね。さあ残り10秒。ついてくんだな。木に跳ね返ってくる。オッケー。予期してた通りだったわ。よかった。しゃがんでも大丈夫だったかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。